でもあったんじゃない？うん、雑誌の名前に運命的な出会いがあるって書いてあったんだ。何占い？血液型占いよ。血液型でそんなことが分かっちゃうの？うん、性格だってバッチリ分かるの。私は A 型だから、責任感が強くて真面目で誠実、控えめだけど芯が強くて几帳面なの。どう？当たってると思わない？でも血液型で本当にそんなことが分かっちゃうのかな。友達の間では男の子と付き合う前に血液型で相性診断するのが当たり前なんだよ。なんですと？血液型で本当にそんなことが分かっちゃうんですか？もう仁太郎ったらさっきからそればっかり。そんなに言うんだったら血液型のことについてじっくり見てみましょう。怖いけど知りたい体。そもそも血液型とはどういうものなのだろうか。私知ってるよ。血液型には全部で4種類あって、 A 型、B 型、AB 型、O 型に分かれてるの。ふむふむ、それで？血液型が違えば流れている血液の成分や種類も全く違うでしょ。だから当然性格も変わってくるってわけ。僕はなんて無力な存在だったんだ。いつもエリナのそばにいながら彼女の過ちに気づいてあげられなかったなんて。どうしたの仁太郎？よし、ここは僕が冷静になって血液型の真実を教えてあげねばなるまい。じゃあさ、まずはその血液の成分とやらを見てみようか。了解。ここは献血ルーム。私たちが生きていく上でなくてはならない血液は長時間保存しておくことができないため、常に多くの人たちの協力によって賄われている。血液は献血が終わると血液センターに運ばれ、さまざまな検査を受けた後、成分ごとに分けられ利用される。では一体血液はどんな成分からできているのだろうか。血液を分離させるとこのような層に分かれる。上の層にあるのは血小で、 91% が水でできている。血球はこの血小の中をぷかぷかと浮き、血管の中を流れている。下の層にある血球は赤血球、白血球、血小板からなっている。赤血球は肺で取り込んだ酸素を運搬している。血液が赤く見えるのは赤血球のためである。白血球は病原体やがん細胞を攻撃し、病気から体を守っている。血小板は出血した傷口を見つけて貼り付き止血している。では血液型が違うと何が違うのか、専門家に話を聞いた。私たちが一般的に言っている血液型というのは、赤血球を ABO 血液型という分類法に従って区別したものです。ではちょっとこの血液が何型か調べてみましょう。血液型を調べるためには、それぞれの血液型に反応する抗体というものを使う。青い試薬は A 型に対する抗体、抗 A。
黄色い試薬は B 型に対する抗体抗 B、 それぞれに赤血球を加えて反応を見てみると、抗 A と凝集し固まったように見えるのでこれは A 型です。ちなみに B 型の場合は抗 B に凝集する、 O 型の場合はどちらも凝集しない、 AB 型の場合は抗 A、抗 B ともに凝集といった具合に反応する。間違えないでほしいのは、どんな血液型であっても血液の成分は同じということです。ではどこが違っているのかと言いますと、赤血球の表面にある糖鎖に違いがあります。抗体を使うことでこの糖鎖の違いを見分け、血液型を判定しています。何なの糖鎖って、成分が同じなのに血液型が違うってどういうこと。まあまあまあエリナ、落ち着いて落ち着いて。この仁太郎お手製の血液型の模型を見てもらえればわかるのだ。お、何なのこれ。まずは O 型から見てほしい。 O 型はこれね。そうです。じゃあいくよ。じゃーん。土台になっている赤い部分を赤血球、赤血球から飛び出している部分を糖鎖だと思ってください。ちなみにこれは O 型の場合だよ。他のも開けてみていい。どうぞどうぞ。じゃあまずは A 型からね。はーい。じゃーん。で次が B 型。お願いします。よいしょ。で最後は AB 型ね。はい、そうです。じゃーん。どの血液型でも赤血球は同じなんだけど、よく見ると糖鎖の形が違うのだ。本当だ。 O 型と A 型は先っぽにくっついてるかどうかの違いだね。そう。で A 型と B 型はくっついてるもの自体が違うんだね。はい。それで AB 型は A 型の糖鎖と B 型の糖鎖が両方くっついてできてるんだね。うひょー、その通り。エリナ、よくできました。はい。赤血球の表面にはものすごく小さな毛のような糖鎖がびっしりと生えている。糖鎖とはグルコースやガラクトースなどの糖が複雑に組み合わさって鎖のようにつながってできたもの。糖一つの大きさはわずか1ナノメートルほどしかない。血液型はこのとっても小さな糖鎖が違うだけで決まっていたのだ。へえ、この部分が変わるだけで血液型が変わるんだね。糖鎖って小さいのにものすごく不思議な力を秘めてるんだね。その通りです。照れちゃうなーって。糖鎖っていうのは細胞にとってみたらその表面にくっついている細かな細かな毛のようなものなんですね。まあ、それによってお互いの細胞膜が直接さらされるということがない。その糖鎖はだいたいマイナスの電気を持った分子がくっついていて、細胞同士が近づいてくると表面にあるマイナスの電気で反発し合ってくっつかない。細胞同士がくっついてしまうと赤血球なんかが血管の壁にくっついて血が固まってしまいます。まあ、そうならないように細胞同士の接着を抑えるという働きを糖鎖はしています。そしてその毛っていうのは実は単純な毛じゃなくって、他の細胞の糖鎖の存在を感じ取るセンサーにもなっているし、それからその糖鎖はまた他の細胞に情報を伝えるアンテナにもなっているし、まあ、そういう二重の働きを持っています。こういうさまざまな形を持っている糖鎖なんですけれども、自分の体の物質化あるいは外来の物質化というその識別にも細胞の表面の糖鎖は役立っています。まあ、それによって外からやってきた病原体なども排除されていきます。知っているようで知らない血液の不思議。ちょっとこんな実験をしてもらいました。それでは異なった血液型の血液を混ぜてみましょう。まず
A 型の血小を取り出す。そしてこれに A 型の赤血球、 B 型の赤血球、 O 型の赤血球をそれぞれ加え、遠心分離器にセットし、反応の様子を見る。さて結果は、 A 型の血小に A 型の赤血球を加えた場合、特に変化はない。ところが B 型を加えた場合は赤血球が固まってしまった。血液型が異なると固まるというのは本当だった。しかし O 型を加えた場合は赤血球が固まっていない。なぜなのか。 A 型の血小には抗 B という抗体がある。抗 B は B 型の赤血球の糖鎖の先端部分と反応し、固まらせる性質がある。 A 型と O 型には B 型の糖鎖がないので固まらなかったのだ。ちなみに緊急時の場合だけど、O 型の人は全ての血液型の人に血液をあげることができるんだよ。へえ。でもさ、場合によっては血液型が変わっちゃうなんてこともあるんじゃない？心配いらないよ。赤血球には寿命があって常に生まれ変わっている。それに血液が新しく作られる時にはその人の血液型で作られるしね。そうなんだ。じゃあ血液はどこで作られてるの？それはこんな場所なんです。血液には、細胞がたくさん浮かんでますね。赤血球とか白血球とか、そういう血液の中の細胞は、体の中の骨髄という場所で作られています。骨髄っていうのは骨の内部にある柔らかい組織なんですね。骨は表面硬いですけれども、その内部には空洞があって、そこに骨髄が詰まっています。大人の体の中では体の中心部の体温の高いところで血液中のあらゆる細胞が作られます。こういうふうに血液中の細胞を作り続けなきゃいけないっていうのは、血液の細胞に寿命があるからなんですね。赤血球の場合にはだいたい120日ぐらい経つと細胞が古くなって壊れていくので、骨髄ではそれを補うために血球を作り続けているわけです。エリナ、今日の話どうだった？私血液型のことをかなり誤解してたから、真実を知ることができてすごく良かった。僕も頑張った甲斐があったよ。あ、そうだ、私仁太郎に聞きたいことがあったんだ。なになに？仁太郎の血液型って何型？むきょきょ。ああ、でも性格や相性とは関係ないって分かったからもういいや。危ねえ危ねえ。それじゃあまたね。バイビー。